おはようございます。もう今日もオホーツクブルーの大空です。もうビューティフルのね、なんか松山千春の曲を思い浮かべますね。それとかさだまさしのあの例の曲ね、北の国からの。でもそれは BGM にはね、残念ながら著作権の関係で使えませんが、うん、頭の中でなってます。綺麗、綺麗です。オホーツクブルー、ブルー、ブルー。かっこよく無事撮りしたいけど難しいな。ねえ、この年になって YouTube に自撮りするとは夢にも思いませんでしたが、冬でも日焼け止めクリームはいるもんね。ファンデーション塗ってるんだけど全然効きません。北海道来て色黒になったかな。うん、寒い。効果かけるの、皇族の方が効果がグッとなる。何を言ってるやらね。難しいね、目線ってどこにしたらいいや。よし。あの建物はね、廃校になった小学校なんですよね。相生小学校ね、かわいい校舎なんですけどね。ねえ、あのもう廃校になってどれぐらい経つんだろうね。私が来た頃にはもう廃校になってたんですよね。いや、今日はねマイナス23度。さつきちゃん、さつき来てよ。どこまで歩かれるかな。もうちょっとマイナス23度が厳しいな。走ってきました。行くよ行くよ行くよ。ちょっとやっぱり20度を超えると肉球がね、あのちょっと傷ついたりしたら心配なんで、あんまりちょっと遠くには行けないかもしれないけど、ちょっとだけ歩きます。いやー綺麗ですね。昨日夕方からちょっと軽く雪が降ったみたいでね、あのでも雪かきするほどでもないので、これぐらいの雪は嬉しいですね。こちらの雪はね、サラサラなんですよね。パウダースノーっていうのかな。私スキーとか全然しないからわからないんだけど、サラサラなんですよね。映ってるかな。もうね、寒いからね、液晶がね、液晶画面がもう真っ黒。さつき、なんか一生懸命に酔ってますね。やっぱりなんか今日は動物の足跡が少ないかな。雪が降ったからかな。綺麗ですね。昨日ツイッター見てたら、ZOZO タウンの前澤社長さんのなんかあのツイートが私のところに回ってきて、私は彼のことをあのフォローしてないんですけど、多分誰かがリツイートしてきたんでしょうね。で、なんか1億円100名にお年玉として送りますって、プレゼントしますって言うんで、あのフォローしてリツイートしたら、あのその100万円が当たるって言うんで、思わずフォローしてリツイートしてしまいました。ZOZO タウンで買い物なんかしたことないんですけど、いいんでしょうかね。当たったらどうしよう。当たるわけはないと思うけど、でも宝くじよりは確率高いのかな。なんかいっぱいねフォロワーさんがいるからね、無理だと思うんだけど、まあ、それも楽しみに。でもすごいね、月に行くとかすごいな。うん、まあそうやってツイッターもやってますので、細々と。ツイッターもね、あの北海道来てから始めたのかな。ブログはね、ブログと YouTube はね結構長いんですよ。 YouTube はもう10年ぐらいやってて、最初はね、私がやった頃の YouTube ってで、まだ YouTuber なんていう言葉もなくって、ただ単に自分の撮った動画を
DVD にするのがめんどくさいんでYouTube にアップしてたって形で、チャンネル登録者とか再生回数なんて意識 したことなかったですね、最初の頃はね。最初の頃とよりもほとんどね、そうどれぐらい、3年ぐらい前からかな、そういうのを意識しだした。 YouTube を10年続けてて、自分がどんだけたくさん何本動画作ったかわからないんですよ。本数、昔はね、本数、動画の本数が出てたと思うんですけど、今私のとこに何本動画がありますと出てないんですよね。再生回数とかは出てるんですけど、なんかしょっちゅう YouTube っていろいろ変わるんで追いつけてないですね、私がね。最近はコメントもあってとても嬉しいです。もうほとんどなんていうの、記録としての YouTube を使ってたので、最近ここ数年、ここ3年ぐらいはそういうのも意識しながら楽しみながらやってたんですけど、やっとここ最近なんか反応もあって嬉しいですね。なんかちょっとブログとかツイッターとかフェイスブックとは違った楽しみ方があるんで。さつき、何してんの？行くよ。よっぽど美味しい、ね、何かがあるんでしょうね。ここは牧草地なんですけど、やっぱり多分種とかは植えてあるとは思うんですよね。牧草地、牛さんが食べる草、牧草ロールになったりして、だから、これは、ここは、牛乳とか、お肉になる、元なんですよね、牧草地ってね。だから、入ってはいけないんですよね。なんか、私来た時ね、最初、空き地かなと思って、雑草かなと思ってた。そうじゃなくって、牛さんのご飯を、育ててる牧草地なんです。決して雑草ではないんですよね。で、畑もね、何にもないように思うんですけど、雪が積もってる時って。でも、やっぱり種がね、植えてるそうなんですよね。秋にまく麦っていうのかな。私も詳しくは知らないんですけど、だから、雪が積もってて、わからなくても何もないんじゃなくて、畑は私有地なので流行ってはいけないんですってね。都会から来たらそういうのわからないですからね、雪積もってたらただの空き地かなって思ってしまうんですけど、そういうとこはやっぱり注意しないといけないですね。いや、寒いな、指先がね痛いわちょっと川だけ見て帰ろうかな。なんか3日続けてお散歩がたり、なんか取り留めもない、あんまり、面白くもない話ですが、まあちょっと喋る練習を今してます。あ、もうね、川がよいしょ、おっとっと、見える、映るかな、流れてる川がちょっとしか見えないですね。あ、もうアカンコもね、近くにアカンコがあるんですけど、アカンコもかなり凍ってきたみたいですね。なんかもうテント張ってワカサギしているゾーンもあるらしくってね。また主人が元気に退院してきたらアカンコ行ってちょっと写真でも撮ってきたいな。もうね、もうここ登れません残念、帰ろうかな。寒い寒い、なんか指先がね痛い。あー、綺麗やわ。
もうちょっといろんな話を上手にできるように、いろんな話題、どんな話題がいいのかな、別に、ね、何の専門性もないんでね、うだうだ喋るだけになるかもしれないんですけど、まあ散歩しながらちょっとこういう限界集落の景色を眺めながらぼちぼち自分語りしていこうかな。なんか自分の発散にもなるし、最後までご視聴ありがとうございました。またよろしかったらチャンネル登録お願いします。なんかもうこのセリフを言うと、なんか本当 YouTuber もう私はただの YouTuber 利用者だったんだけど、最近はもう、いや、こんな自分語り入れたらね、 YouTuber もどくですね。ね、収益化はなってないけど、まあ、そういうの目標にしてもいいしね、そうやって楽しみながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。